皆さんごきげんよう、タエです。今日はですね、御嶽山大滝ルートの5合目にあるね、八海山神社なんですけれども、目のね、神様なんですよね。ハート、目は愛でハートですね。八海山神社、摩利支天様、八大龍王様、愛染無用様、八海山の御神水もあるということでね、昨日御嶽山登ったんですけれども、帰りにねロケしようと思いましたが、ちょっとたくさんの方がお水汲みに来られてたので断念しまして、今日次の日に来ました。はい、ちょっと参拝客の方が結構いらっしゃるのでね、映らないようにしていきたいと思います。古い木の神明鳥居がありますね。まず八大龍王様、かっこいいですね。はい、ではですね、はい、お向かいには社務所があります。愛染無用王様、神の山八海山にこだまする六根清浄の大祓い。続いて、ひっきりなしにですね、水汲まれる方がいらっしゃる御神水です。結構な水量がありますね。
と草刈りされている音がね聞こえますが、この八海山狼御神水はね目の病にとてもいいということでね、今由来書き書かれているのでご覧いただければと思うんですけれども、目の悪い方たちにご神徳があるというねお水です。で、八海山狼ってご祭神国佐土の御事様、またの名を八海山大面神王、神蔵の岩を滴り御神水ということでね、ありがたいですね。最近ちょっと目がどんどん悪くなってきているので、後日眼科の予約を取ったんですけれども、来れて嬉しいですね。ありがたいです。はい、いかがでしょうか。今回は、目の神様、目、愛ですよ。目は英語で愛でね、愛は愛ですからね、愛の神様、八海山狼国佐土の御事様を祀るお宮さんのご紹介でした。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画までごきげんよう。ではでは。